武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は東京学芸大学の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、時間120分で大問が4題出題されております。で、論述する字数に関しては数十字程度のもの程度のものから200字程度まで幅広く出ており、まあ、時間が長い分やはり論述量はかなり多くなっております。で、まあ、テーマに関してはいろいろ時代も国も幅広く出ているのですが、論述で聞かれることはその出来事の背景だったり、どういう出来事だかっていう正確な理解だったり、まあ、意義だったり、ですね、言葉そのものの意味を分かっているかっていうものだったりというような、ちゃんとした理解できているかどうかっていう面を、かなり聞くものが多いので、なんとなく分かっているって形じゃなくて、用語集など、もしくは教科書などをしっかり読み込んで、どういうことかちゃんと理解しているということを、心がけるようにしてください。対策としては、まあ、設問そのものを聞いてくるものは論述対策、メインでやっておけば、書くことは大体のものはできるとは思うんですが、ただ論述の問題集だけだとどうしてもその対応できる知識っていうのは幅が、出た問題しか対応できなくなってはしまいますので、講義系参考書、まあ、実況中継などですね、もしくは教科書、および、用語集ですね、このあたりちゃんとしっかり使って、その言葉の意味、例えばそれこそ、戦争名、で調べて、その戦争どんな戦争、どことどこがやったの、どんなことあったのみたいなことがちゃんと説明できるようにですね、心がけておきましょう。まあ、出来事、に対してはこのあたりの、部分が掘り下げておかないとかなり、苦戦するかなと思います。で、基本的な対策、問題集のレベルとしては、まあ、センターの知識だけでも対応できないことはないですが、極力やはりマーチレベルまでの参考書はしっかり終わらせておいた方がいいでしょう。プラス論述と、まあ、全体的な流れの理解という部分に意識して対策をするように心がけてください。以上が世界史の勉強となります。